はい、アイランドファクトリーのルカボトです。はい、アジです。スマブラスペシャルやっていきましょう。やるかい。3回目か。もう3回目です。キャラもいなくなってるよ、ほんと。俺も全然3人候補立ちとかなきゃだからな。そうですね、俺もっと使えるの。1回目はこっちで、うん、増やさないと。では行きます。第1試合ドン。おー、ガノン。おー、インクインか。はい、そういうガノン使いたいから。なるほど、ガノンか。使いたいっていう。ゲルド族の王ね。そうそう、かっこいいもんな、今回のガノン。かっこいいっすよね。うわぁ、イカやだな。おい、浮いて。おいしょ。やべやべ、トン。早いから、やだな。うわぁ、もうやっちまった。おら、マジか。マジか。入ったな。めっちゃ入って、やばいやばいやばい。やっぱ普段相手にしないからね、ガノン。多分相手にしないキャラ、弱いからな。対策がな。相手ちゃんと受け身取らなきゃ。 B 横か。結構ね、ガノンね、使いやすいからな、それなりに。肉弾戦が強いから、本当に飛び道具がこんだけいて。痛い痛い、まずい。おらー。圧倒的だな、おい。圧倒的。ちょっとビデオから調子が崩れた。まずいなー。崩れた。決まった、かっこいいわ。やられた。全然動けてねえな、俺も。予想以上に早かったな。予想以上に、やばいやばい。ガノンで一生取れると思う。どうすかな。じゃあ2戦目こいつにしよう。これでよし、いきます。おー、まあそうだね、勝たなきゃだもんな。3戦目までいけるかな。出しますよ。剣か。あんまり対戦してないけど、かっこいいからな、ちょっと使いたいんだよな。おお、早っ。なんせスピードファイター勢でもあったからな、俺は。あ、やべ。あ、コマンド入力か。剣はね、灼熱の昇竜が出るのが大きいんだよな。しょ、あ、間違えた。向きが、こっち向き、やだな。あ、なんかありますよね、格ゲーの向きが嫌だっていう。やっぱりみんなね、こう右向きが一番やっぱ格ゲー強いらしいね。浮いて、刺さった。あぶねえ。昇竜拳、あ、くそ、入らねえ。あー、いやー、きつい。あ、波動拳、波動拳出ねえ。あー、竜巻戦武器役やばい。昇竜拳、おお、あ、やべ、あ、間違えた。隙が少ないなぁ、龍拳は。あ、でも全然スマッシュも変わるんだな。変わりますね。うん、龍とは違うわ、このセービングが。あ、間違えた。波動拳、あれ波動拳出る。うわぁ、灼熱の方が出しやすい。えらい、やばい。うおぉ、やられた。飛んじゃうか。昇竜拳、あ、くそ、うお、ほぉ。ぐらい、よーし、今の入る。だ、誰だ。これ横スマッシュなんか竜より全然飛ばない感じするな、竜拳が。おらっ、はい、やっちゃった。俺ボタンの押す強長さで技変わるからむずいな、ほんとに。うわ、もうめっちゃ入るし。うわ、めっちゃ落ちる。うわ、落ちるよ。よしよしよし、もう全然わかんねえよ。やっぱ面白いな、今回は。ちょっと譲っていただいた感じが。まあまあな、むずいんだよな、剣は。まあ俺もそこはちょっと手出せないかな。まあ格ゲーのキャラはな、もう選ば使わない人は絶対使わないだろうからな。そうですよね。じゃあ3試合目ラストです。いいよ、誰にすっかな。誰にしようかな。まあ、かさあ、これだろうな。はいはい、
では最後いきまーす。ドン。はい。おお、静江さんか。静江さんです。子供リンクで。子供リンクか。縦がやだ、縦が。かっこいいわ。まあ構えてれば防ぐっていうけど、なんか本当に防いでくれるかちょっと心配になるけど。心配ですよね。見て。おわ。ほっ。ほっ。やべ。相手。回転切り。微妙に当たってないんだ。ほら。おお。やべ、照準ができない。お。よー。痛い。ほ。お。攻撃が全然。おし。ほ。ほ。あれ。微妙に見てくる。ほら。ほ。なに。ちっちゃい。うわ、マジか。全然余裕だぜ、今のとこ。回転切りじゃあれか、子供リンクの回転切りじゃそんな飛ばないか。消された。パチンコ蹴りで。あ、怖い。よし。お、痛い。飛び道具あるからきついんだ。あ、怖い怖い。あ、くそ、入らねえ。いやー、微妙に押されてきてるな。あ、間違えた。おい、うわ、マジか。よいしょ。強いな。痛い。やべ、飛ばす技がねえな。うわ、やべやべやべ。ほ、みんなどうやって飛ばしてたっけな。子供に行く人使った人たちってありますよね、そういうの。ネットの、あ、嘘だ。あ、でも飛ぶな。マジか。ダッシュで飛ぶか。やべやべ。わ。ほっ。ああ、くそ。ほっ。ああ、お。ガードが。お、入った。くそ。微妙に追いつけないな。やべやべ、お、ちょちょちょ。え、マジか、掴んでくれないのあれ。結構判定ガバガバだな。本当に。やべえ。いて。あー、まずい。もう一個が入れば。ほら。お、怖っ。ちょ、遅れた。やばい。怖っ。今のやばかったな。ほ。やべ。ほ、やべ、うお、怖っ。ノー、全部刺さった。マジか。またしても勝てんのか。ダメよ、守ったぜ。いやー、勝てねー。知ったと思ったけど、普通に。では今回の動画ここまでですね。もう3敗目、はい、危なかったな。修行します。ラジオさんもありがとうございました。はいよ。では次の動画もよろしくお願いします。はい。